アンナ・フォン・プロイセンは、プロイセン公、アルブレヒト・フリードリヒの長女で、ブランデンブルク選定公、ヨハン・ジギスムントの日。アルブレヒト・フリードリヒは、ユーリヒク・レイ・フェベルク公・ビルヘルム・五世と、非マリアの娘、マリエ・レオ・ノーレとの間に7人の子を設けていたが、2人の男子はいずれも溶接していた。そのため、アルブレヒト・フリードリヒの死後は、 その貢献を務めていたブランデンブルク選定校家が、プロイセンを相続するという契約がなされていたが、この相続契約を補強するものとして、選定校、ヨアヒム・フリードリヒの長男ヨハン・ジギスムントと、アルブレヒト・フリードリヒの長女、アンナの結婚が取り決められた。アンナはまた、母方を通じて、クレーフェ公領、マルク・ハ領、ラーフェンスベルク・ハ領の相続権も有していた。 アンナとヨハン・ジギスムントは、1594年10月30日に、ケーニヒスベルクで結婚した。その後、1603年に、アンナの4妹エレオノオレが、ヨアヒム・フリードリヒの5歳となり、1604年に、次妹マリーが、ヨアヒム・フリードリヒの弟である、バイロイト・ヘン・キョウハク・クリスティアンと結婚し、プロイセンとブランデンブルクの関係はさらに強化された。 1618年、父、アルブレヒト・フリードリヒが死去すると、すでに選定校くらいを継いでいた夫、ヨハン・ジギスムントが、プロイセンも継承するが、翌1619年に、自身も死去し、アンナとの間の長男、ゲオルク・ビルヘルムが、プロイセン兼ブランデンブルク選定校となった。アンナは、ヨハン・ジギスムントとの間に4男4女を設けた。ありがとうございます。